昨年12月22日に日本でも公開が始まった「パーフェクト・デイズ」を見てきました。監督のヴィム・ヴェンダースは数々の受賞歴に輝くドイツ人巨匠です。1982年の「事の次第」がベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞。1984年の「パリ、テキサス」がカンヌ国際映画祭にてパルムドール賞を受賞。1987年ベルリン「天使の歌」ではカンヌ国際映画賞にて監督賞を受賞などです。そして「パーフェクト・デイズ」は2023年第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、役所広司が最優秀男優賞を受賞しました。この監督が東京を舞台に清掃作業員の平凡な日々を描いた「パーフェクト・デイズ」を作ることになったのは次のようないきさつによります。もともとこの映画は渋谷区内17箇所の公共トイレを新しいユニークなものに作り変えるプロジェクト「ザ・東京トイレット」の PR のために企画され、そこにドイツの映画界の巨匠ヴィム・ヴェンダース監督を迎えて作られたのです。当初は短いアート作品の制作を考えていたようですが、監督は日本滞在時に受けたサービスや公共の場所の清潔さに感銘を受けて、それで長編作品として再構想をしたということです。ヴェンダース監督が日本で感銘を受けたサービスの質や公共の場の清潔さは「パーフェクト・デイズ」という映画の内容とどのようにつながるのでしょうか。まずこの映画の内容に触れた上で、最後にこの問いに答えたいと思いますので、少しお付き合いください。この映画の中で役所広司が演じる平山という中年の男性は、スカイツリーが近くに見える押上の安アパートに一人で住んでいます。そして毎朝薄暗いうちに起き、ワゴン車を運転して仕事場に向かいます。行き先は渋谷区内にある公衆トイレ、ザ・東京トイレットのプロジェクトで作られたユニークなトイレを次々と回り、隅々まで心を込めて磨き上げていくのです。主人公の平山は何かしら過去があり、現在の孤独な生活に至り着いたらしいことが暗示されますが、それが何であるかは語られません。彼はただひたすら自分の仕事に打ち込みます。しかも常に何か満ち足りた表情をしています。それはまるで禅の僧侶が禅寺の中の雑務に修行として打ち込んでいる姿のようです。それもそのはず、ヴェンダース監督は当初平山に僧侶のイメージをだぶらせていたということです。しかし過去に平山が僧侶だったというわけではなく、むしろ熱心なビジネスマンでありながら、心の中に虚しさを抱えているような男を想定しているようです。その虚しさが極限までに至った時、彼はこれまでの生き方を全て捨て、トイレの清掃作業員として働くことを選ぶのです。彼は日々の生活の中で出会う木々を愛しています。特に昼休みに樹木に囲まれた神社で見る木漏れ日の美しさを愛します。一瞬一瞬の木漏れ日の美しさは、彼がひたすらにトイレの清掃に励む姿と重なります。木漏れ日の一瞬一瞬の輝きの連続のようなトイレ掃除の日々、その姿が禅寺でひたすらに座禅し、薪を割ったり
庭や廊下を掃除したりする僧侶の姿とも重なるのです。ひたすらに座禅をする、それは止観他座とも言われます。止観はひたすらとも読むのです。ひたすらに止観に掃除をする平山の一瞬一瞬の充実、すべてを忘れて自分の目の前の仕事にひたすらに止観に打ち込む、それがそのまま悟りの姿なのだと仏教は教えます。それを意味するのが修正一如という言葉です。もっとも平山自身はこんな言葉は知らないでしょう。ほとんどの日本人がこうした言葉を歴史の背後に忘れ去っています。ただビジネスマンとしての経歴を捨てて一階の清掃作業員になった時に、平山は木漏れ日のように一瞬一瞬の輝きに生きることの充実を知ったのです。そんな彼の平凡ながら満ち足りた日々にかすかな波風が立つこともあります。あまり仕事に熱心でない若い同僚の清掃員、そしてそのガールフレンドとのちょっとした関わり、なぜか疎遠になった平山の妹、その娘ニコが家出をして突然彼のアパートに転がり込んできた時、そして彼が仕事の休みの日に通う飲み屋のママ、そのママの過去を知った時の出来事、しかしそうした波風も平山にとっては風に揺れる木々が織りなす木漏れ日の一瞬一瞬の揺らぎのように美しく、そして愛おしいものかもしれません。私がこの映画を見て何か込み上げてくるような感動を覚えたのは、ワゴン車を運転する平山の表情を表面から追い続けるラストの長いシーンでした。平山の笑みをたたえたその表情の豊かさ、美しさを見ながら涙を抑えられませんでした。彼がこの映画で最優秀男優賞を獲得したのを十分に納得させるシーンでした。さて、ここまで語って私はようやく最初に触れた問いに答える準備ができたようです。その問いとは次のようなものでした。ベンダース監督が日本で感銘を受けたサービスの質や公共の場の清潔さ、そこから受けたインスピレーションはパーフェクトデイズという映画の内容とどのようにつながっているのか、それはつまり日本のサービスの質の高さや公共の場の清潔さは平山の生き方にどのようにつながるかという問いでもあります。世界中で日本製品の質の高さが評価され信頼されていることはよく知られた事実です。その意味で日本はものづくり大国だとも言われます。日本製品が信頼されるのは細部までもおろそかにしないものづくりの姿勢、仕事への姿勢が日本人にあるからであり、その結果が製品の質に現れるのだとも言えます。日本人がものづくりや仕事一般に取り組む時の細部までにもこだわりおろそかにしない姿勢が世界中によく知られ高く評価されているのです。自分の仕事に誇りを持ち細心の注意を払って取り組もうとする姿勢は多かれ少なかれどんな職業の日本人にも見られます。サービス業における接客においても、街をきれいにする清掃員においても共通に見られる特性なのです。日本をよく知るヴィム・ヴェンダース監督も
日本人のそういう姿勢に感銘を受けたのでしょう。平山はある意味でそういう日本人の働く姿勢を見事に体現する男なのです。一つ具体的な例に触れてみましょう。生きてるさんという日本に住む韓国人 YouTuber が若い友人と語っていた内容です。その友人は韓国と日本両方の国の会社で働いた経験を持つ韓国人です。その友人が言います。韓国の会社でストレスだったのは、例えば工程を順番に体系的に進めるよりも早く納品をしないといけないから、早く早くという雰囲気で段階をすとばすとか検査をしないとかするんです。それで何か問題になると関係者同士で喧嘩をしていました。そっちの部署のせいだと喧嘩をし、僕の間違いじゃないのに他部署からいろいろ言われたりして、それがすごくストレスを受けたことがあります。韓国の会社では工程があるのに急ぐためにスキップしたりすることがあるけれど、日本では本当に着実にします。1から10まであるとしたら1から3に飛ぶことは絶対にありませんでした。そして何度も確認をするんです。それぞれに担当者がいて確認しながらやるからミスがほとんどないんです。生きてるさんが相槌を打ちます。だからメイドインジャパンが世界で有名なわけで、日本の飲食店も行って食べたらわかるけど、小さなお店でもいろんなスタッフさんたちが一つ一つ作り上げているからね。そして友人がさらに言います。そういう日本人の働き方を見て、働く側としては信頼できるという思いと所属感が生まれてとても良かったです。たまたま最近見た動画から韓国の方の例を挙げましたが、メイドインジャパンへの世界的な信頼の背後にあるのは、ここで語られているような日本人の仕事に対する取り組み方であり、一つ一つの工程や細部をおろそかにしない姿勢でしょう。日本人の働く姿勢が日本製品に反映され、それが世界からの信頼につながっているのです。では日本人のそういう姿勢はどこから来るのでしょうか。おそらくその背景の一つが仏教の伝統にあると私は考えます。日本人は何でも道として捉える傾向があります。仏道だけではなく剣道、柔道、弓道、茶道、書道、華道、そして少林道もあれば野球道もある。それはそれぞれの技術を磨くことだけではなく、どれも皆人間としての修行の場とみなす考え方です。日本人はどのようなスポーツにも、あるいは仕事にも、そのような修行の側面があるとほとんど無意識のうちに理解しているのだと思います。その時最も大切なのは、あれこれの思いにとらわれることなく、ひたすらに主観に無心にそれを行うことです。別に料理道とか清掃道とか呼ばなくても、どんな仕事にもそんな心の修行の側面があることを、ほとんどの日本人は伝統的に、そして無自覚のうちに体得している。だから仕事のどんな細部も小さな工程もおろそかにしないのです。ただしビジネスマンとしての平山は、そんなあり方とは無縁の損得が激しくぶつかり合う修羅場に生きていたのかもしれない。
そんな世界に生きている自分に虚しさを感じ、これまでの経歴のすべてを投げ打ってトイレの清掃員になった。そしてひたすらに無心に仕事に打ち込むとき、一瞬一瞬の木漏れ日の輝きのような充足感を見出すことができたのではないでしょうか。ドイツ人のヴィム・ヴェンダース監督は、日本のサービスや日本人の接客や仕事への態度、街を清潔に保つその姿勢の背後に、伝統的に日本人が受け継いできた何か深いものを感じ取ったのかもしれません。だからこそ当初平山に僧侶の姿をだぶらせたのでしょう。日本人は自分ではほとんど自覚していないが、その一人一人の生き方の中に日本の良き伝統を受け継いでいる。監督はそう直感したのだと思います。その直感がパーフェクトデイズの中の平山という男の生き方に結晶したのです。平山はヴェンダース監督の理解による真の日本人の姿かもしれません。そして私たちは平山の生き方を見て、私たちが忘れていた何か大切なものを思い出すのです。